GTA6 の癖の強い人間、すべて元ネタが存在していたと話題、わら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 に対するみんなの反応。 GTA6 のトレーラーはすごくリアルな、かっこそして奇妙なフロリダの瞬間を元ネタにしている。フロリダは決して期待を裏切らない。フロリダってバグってるな。カモン、レッツパー。このゲームは本当に小ネタの宝庫になりそうだ。フロリダなんて実は存在しないよ、GTA の中だけにあるんだよ。フロリダは GTA の世界にあるというネタを本当にゲームにしてしまったな。フロリダは GTA の舞台として完璧、あまり誇張する必要もないと思う。フロリダは本当に一味違うな。俺が年を取ってもこれくらいクールな男になりたい。フロリダと GTA はピーナッツバターとジャムのようなもの。別個に食べることもできるけど、やはりセットじゃないとな。俺は前から言ってる、フロリダはただのゲームの世界だと。このゲームはフロリダの宣言なのかな。カナダのどんなものよりも面白そうに見える。フロリダはこの世にある場所じゃない。ワニもこれくらいいるしな。ワニ川ヤバすぎ。どんだけ。ついにフロリダの人間の日常生活を体験できるのか。GTA のトレーラーのせいで一生晒し者になるってどんな気分なんだろうな。わら、フロリダの歴史を 99% 正確に再現してるので、ドキュメンタリーと言っても差し支えないかもしれない。 GTA はこの件で訴えられないんだろうか。人間をキャラクターとして使用してるよね。2025年発売か。それまで何すればいいんだろう。こうやって見るとさらに素晴らしい。通りで全て見覚えがあると思ったよ。ゲームだからこうなんで、現実はこんなひどくないんだよね。現実が元になってるネタだから普通に現実がひどいぞ。 GTA 世界なめんなよ。過去作のフロリダは街中に人肉ショップあったからな。正気じゃねえ。リアルな GTA がマジで今のアメリカなんだよ。昔から現実のアメリカの姿を忠実に再現したのが GTA。フロリダ人はフロリダを愛憎こもった眼差しで見てるけど、他の州の人間からネタの宝庫として好意的に見られてるよね。あれ、ロスがいい勝負してきてたと思ったけど、やっぱフロリダにはかなわないのかな。フロリダマンで調べてね。フロリダマンのヤバさはケイソン姉貴で知った。電柱に登って下に通る車に運行して捕まったフロリダマンとかやべえのがたくさんいておもろいね。普段は地味に真面目に労働してるんでしょ。オフは思いっきりハメ外してるだけ。アメリカはネタに困らんな。どっちがゲームでどっちが実写かわからん。これもわかんねえな。最初のババやべえわな。